これでいいんだ。あれはきっと生涯で一度きりの冒険。今日からはまた日常が始まるんだ。ちょっと遠出だったけど、作戦会議にもきっとぴったりだよ。わからねえことがあっても俺には聞くな。そういうめんどくさいことは嫌いなんだ。くそ、手を使うゲームじゃ勝てる気がしねえ。そうだ、トランプだ。ポーカーやりましょう。プリントも終わったし、やっと休憩できる。思う存分ダラダラできる。ずっと食べられなかった後の一口には幸せが詰まっている。怖いの。一人でいるの、やだ。